新型コロナウイルスをめぐる防疫措置について、韓国政府は全国で最も厳しい措置を取る首都圏で1週間、全国でも2週間さらに延長すると発表しました。이에 정부는 전국에 대한 2단계 거리두기 조치를 2주간, 수도권에 대한 강화된 2단계 조치는 1주간 각각 연장하기로 결정하였습니다. これによりソウルなど首都圏では飲食店の夜9時以降の営業禁止とコーヒーショップなどの持ち帰りのみの営業が続くことになります。また、ジムなどスポーツ施設の閉鎖も延長となるほか、プロ野球なども引き続き無観客での開催となります。これらの措置は当初6日までの予定でしたが、直近2日間の新たな感染者が200人を下回るなど、一定の効果を上げていることから、韓国政府はここが正念場だとして延長を決断しました。